体験を語ることでできるのはおそらく竹村さんと私ぐらいじゃないかなと。もう小さい時からお国のため、お国のためその手術直前に亡くなってるんですよね。こんなしても泣いてしまうので、足は薬つけただけでダメ、切断です。ここから切れて、もう傷跡にウジがお尻をこんなにこんなにしてもこもこもこも、それをもうピンセット持ってて、あんまり歩けない兵隊をですね、一応口封じをして殺すことを処置と言ったんですよね。軍隊では処置すると言ったら殺すことなんですよ。結局死ねない人も自由で。最後に言っておきます、米軍に見つかり捕まった時はわっくろ富だって、富死ぬんじゃないぞ。